結構ね飲み屋街みたいな感じのはあるんですけど、でも大ここも多分かな。東洋商劇場ってことはやっぱその外国人とかのダンサーが来てってことですかね。これ開けたら、クレーンで利用料金10時からで、はい、今日はね、美作の、湯の郷に来てます。岡山には、美作三湯っていう3つのね有名な温泉街があるんですけど、1つが湯原温泉、2つ目が奥津温泉で、この3つ目が、湯の郷温泉ということで、ちょっとね今日はその湯の郷温泉にちょっと行ってみようかなと思うんですけど、まあ実際それはどうなってるのか、ちょっとねなんか結構廃墟化してるっていう話を聞いて、ちょっとねチェックしようかなと思います。このパチンコ屋さんなんですけど、ね、廃墟化してるんですけど、このパチンコ屋さんもちょっとやっぱ湯の郷なんで、ちょっとね普通のパチンコ屋さんと違ったような感じで、温泉のねなんかそういう感じの、このこれから先が結構湯の郷の中で有名な場所かな。スナックがあるんですね。やっぱ観光地なんで遊び場もあるみたいですね。昭和かこの日のおもちゃ、これもね多分だいぶ昔の絵だと思うんですけど、結構時代が流れて色が薄くなってますね。ここも多分飲み屋なのかな、ニュークラブ。ショーパブみたいな感じかな。開けたら
西洋のちょっとアルプスかドイツっぽいね絵がありますね。あの結構ね飲み屋街みたいな感じのはあるんですけど、だいたい閉まってるというかもう何十年前ぐらいにね閉まったような感じのお店が多いですね。ここも多分ね飲み屋さんと思うんですけど、古いな結構。向こうの通りすごいスナックが多いな。ウルトラマンでもね、やっぱウルトラマン流行ってたって言うとやっぱ1970年代とか80年代。これがさっきあの看板であった昭和館ですね。月光仮面とか。プレイボーイクラブ、東洋賞劇場ってことはやっぱその外国人とかのダンサーが来てるってことですかね、これ。政府登録国際観光旅館。やってないよね。足湯があるということでちょっと行ってみようかな。古い家やけど、何やろうね、スタンド。お座敷みたいな。これ
10時から、夜の7時まで夜料金無料ということで、湯の郷温泉源泉地、ここが始まりみたいですね。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。というわけで今日はねこんな感じで湯の郷を回ってきたわけですけど、やっぱりね昔栄えてたんだなというような感じの雰囲気はありますね。まあそのスナックの跡とかそのショーパブがあったりとか初めて知りましたね。あったんですね。でもそれだけ栄えてたっていうことなんでね、また YouTube のよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。